諏訪湖サービスエリアですね、今見えてる方は上りの方ですね。上りの方で、こっちは下りの方ですね。で、両方ともこの諏訪湖を眺望できるという点と、あと温泉施設があるんですね。温泉施設があるっていうちょっと珍しいのと、上下線ともスターバックスができました。スターバックスが好きな方にはたまらないかもしれませんね、はい、であとはそうですね、食堂街もありますし、温泉に入れるっていうのも珍しいですよね。ちょっと冷えた体を温めるのがいいかもしれません。そうですね、7年に一度の御柱祭りが、来年ありますから、まあ、来年は結構あるかなというのと、お土産はね、まあ、お蕎麦ですかね、蕎麦かなと思うんですけどね、諏訪湖ホルモン焼きとかね、謎なものができてます。知らないです。私も一応諏訪の地域に住んでるんですけど、この諏訪湖ホルモン焼きっていうのは何だか分かんないです。なんか勝手にできますからね、こういうのね。駐車台数はどちらもね200台前後だと思うんですよね。で、伊那名物ローメンは結構好き好きがあるんで何とも言えないです。で、ここを降りると、ここからはですね、諏訪インターにはちょっと戻れないので、岡谷インターで降りて下諏訪にある、諏訪大社を巡って、その後、諏訪大社4社あるんで、大社4つ回って高島城を見て温泉入って帰るみたいなね、とか、あとは上の方の、白樺湖とかの、ね、八ヶ岳はちょっと遠いんですけども、その辺りを散策するのもいいかなと。ビーナスラインなんかもここら辺ですね。